さんこんにちは。 JKMA 太極拳クラブユンシャオインストラクターの奥西聡とマトちゃんです。でこの前マトちゃんに太極拳の姿勢が硬い、呼吸がうまくできてないっていうふうに課題を出して、で練習してきて、今日姿勢やってもらったんですけど、ちょっと やってもらっていいですか。もう2回、はい、ありがとうございます。で前回はもう手がこういうまっすぐの棒のような状態だったんですね。で呼吸がそれだとこう脇が締まった状態で、ここが硬くなるんで、上げたらここで肘を少し開いてもらって、少し丸みを作って肋骨やこの辺の筋肉が緩むように開いて、それから開いた肋骨を上から順に閉じながらゆっくり入っていくといいですよっていうことを伝えたら、それを今回は修正してきてちゃんと開いていけるようになってたんですが、ちょっと今度は四角形気味に肘が落ちない感じで、ちょっと尖ったような形で投げた。でこの肘が上がるっていうのは何で起きるかっていうと、肩甲骨の中の方、インナーマッスルのことをローテーターカフと言います。このローテーターカフの中で腕を外側に回す、外旋させる、この腕の骨を外に回す筋肉を外旋で、内側に回すことを内旋、内旋筋群っていうんですけど、実は内側に回す筋肉の方が量が多いんです。で外側に回す筋肉っていうのは分量が少ないんですね、全体量の。なので年を重ねていくとだん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 こう腕は、内側に回り、胸が中に入りやすくなるんですよ。で外旋筋群っていうのは逆にそのたくさん多勢に不勢でいつも引っ張られてるんで、それで疲弊してて硬くなってる状態になりやすいんですよね、はい、ということでなんかこう肘が上がってるから肩や首の筋肉で肘が上がるのかって思ってる方いると思うんですけど、実はこの肩甲骨の周辺の筋肉が疲れたりしてることでも肘がこう上がりやすくなって、で例えばファオチョの時とかもこういう感じで肘が尖ってしまうっていう方結構いらっしゃるんですよ。で力を抜いてリラックスしていくとこういう自然な丸みができてきます。ちなみにちょっと背中向けてもらっていいですか。でちょっと手でこの肩甲骨のところなんですけど、この肩甲骨の外側、斜めのここのところの際のところに内旋筋群とかってあるんですね。ここどうですかね、硬い、はい、今マトちゃんの内旋させているような筋肉、そうです、この内外旋に関わっている筋肉のところに指当ててるんですけど、でちょっとほぐしてるんですけど、どんな感じですか。痛いですね。痛い、どんな感じの。足つぼされてる。足つぼされてるような、ちょっと鋭いキュンとくるような痛みが出てるでしょ、はい、こういったところの筋肉が硬くなると肘が上がりやすくなるかもしれないです。あとこの肩甲骨の裏側のところなんですけど、これはちょっとね触りづらいところなんですけど、肩甲骨の奥の方とかも過緊張になって、でここの血行不良によって肘の緊張が取れないとかってことがあります。はい、皆さんも肩甲骨の外側のところとかたまに触ってもらって、もし鋭い刺すような痛みとかが出てるようだったら、ここをねたまに触って、誰かご自身でセルフでケアしていただいてもいいですし、誰かご家族とかいたらここに指を当ててこうやってほぐしたりとかし
して、まあ、ケアを怠らないようにしてみてください、はい、でちょっとこう触っても反対側もちょっと触ってみましょうか。でもし入るようだったら肩甲骨の裏側の方まで指を入れていきます。痛いですか？今肩甲骨の裏側に指を入れてます。やっぱり右腕が利き腕らしいのでこっちの方がより響くみたいです。はい。で、どうですかね。軽くなりました。違うでしょ。じゃあもう一回 CC やってみ、じゃあもう一回 CC やってみてください。もうちょっとゆっくりゆっくり呼吸と合わせます。ラスト、はい、どうでしたか？私が横で見ている感じで言うと肘の尖りが完全に消えて下がってました。自分でどうでした？肘が下がりやすくなってました。下がりやすくなってました、はい、ということです。ちょっと今1分も触ってないです。もうちょっともうシュッ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 して30秒ぐらいやっただけで、あの真剣追従ができるようになりました。肘が下がって肩が緩むっていうことを真剣追従って言うんですけど、それが全然できなかったんですけど一発でできるようになってたんで、皆さんもちょっとここの肩甲骨の緊張によってご自身の体幹が硬くなってないかどうか触って確かめてみるといいかもしれません。はい、このチャンネルではこういった感じで太極拳にお役に立てる情報をこれからも上げていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。